栗山千秋、足立由美、江口のり子、平井理央、曽山恵理子が、6月22日より配信される D テレビオリジナルドラマ、コン。愛恋愛に似たもの、1008話、毎週1話更新、で、35歳のアイドルオタクを熱演することがこのほど、わかった。D テレビオリジナルドラマ、婚外恋愛に似たもの、配信決定石原さとみ主演ドラマ、高悦ガール。日本テレビの原作者、宮城綾子氏が、35歳女のリアルを書いた同名小説が原作。主婦、独身、子持ちなど、容姿も職業も収入も性格も生活ランクも全く異なる5人の女たちが、35歳という年齢と、アイドルグループ、スノーホは、のファンであるという共通点から偶然出会い、階級、ヒエラルキー、を超えて友情を育み、助け合い、それぞれの人生を見つめ直す物語だ。妊活疲れやセックスレスからの夫の浮気、独女を苦しめるシングルハラスメントなど、多くの女性が抱えるコンプレックスや不満な、語がリアルに書かれたこの話題作を、僕たちがやりました、アスナロ白書、の新庄武彦監督がメガホンを取り実写ドラマ化。脚本は、スペックチルダゼロチルダ、ミンウォー、などの人気作を手掛けてきた西荻由美恵氏が務める。本作では、栗山千秋、足立由美、江口のり子、平井理央、富山恵理子の5人が登場し、それぞれ全く異なる女を熱演。主役は栗山千秋が務め、テレビ局勤務の夫を持つプチセレブを演じる。足立由美は、タレント塾講師の夫と小学生の娘を持つ、普通、が一番の専業主婦役を好演し、江口のり子は、元ヤンでバツイチ、反抗期の息子を抱えながらパートで生計をやりくりするシングルマザーを演じる。そして、元フジテレビのアナウンサーである平井理央が今回女優とし、で登場し、誰もが羨む美貌の持ち主のスーパーエリート役に挑戦。さらに、クラゲ姫、フジテレビ、では、あえものオタク、役という役柄を演じた富山恵理子。ま、幼い頃からデブでブスで底辺の人生を歩んできた落ち目の BL 作家を演じる。キャストと原作者のコメントは以下の通り。栗山千秋。好きなものや人がいてくれるだけで救われる、私が演じるミサヨにとって、その好きな対象がアイドルです。同じドルオタという接点で交流を深めていくキャラクターがそれぞれ個性豊かで、やり。トリが面白い、女性同士のバトルや暴露トークがクスッと笑わせくれる脚本です。その面白さを映像でも、ちゃんとお届けできるよう撮影に励んでいます。どうぞご期待ください。江口のり子実写ドラマ化決定について、宮城さんの原作を映像化することによって、さらに面白くしたいと思いました。原作ファンの方々にも楽しんでいただきたいです。中年女5人組の涙あり笑いありの楽しいドラマです。生活していくのにふと疲れた時、このドラマを見て元気になっていただけたら嬉しいです。
平入りを実写化について、一癖も二癖もあるのにどこか共感してし、舞う魅力的な女たちが、実写化され、どんな風に躍動するのか楽しみです。女性5人のパワフルな生き様に、笑ってスカッとしていただけるような作品になると思います。ぜひご覧ください。小山エリコ実写ドラマ化につきまして、ありそうでなかった題材で、面白そう。というのがまず最初の感想でした。タイプの全く違う5人の女が集ったところがどう映るのか、楽しみです。みんなそれぞれに様々なものや思いを抱えていて、そして何かに支えられて生、来ているんだな、と改めて感じられるドラマになっていると思います。我らがスノーホワイツのアイドルっぷりもどうぞご期待ください。足立由美実写化について、それぞれ生きている環境は全然違う女性たちが抱える日常の歪みのようなもの。その描写は切なく書かれていて、アイドルという存在によって共感し合い満たされない心を埋めていく。女性なら共感する部分の多いストーリーをコミカルに書いていて、素敵な原作小説だと思いました。実写化されたドラマを早く見たいです。今回、婚外恋愛に似たもの、に参加させていただけることを感謝しております。キャストの方々は色とりどりで、原作にぴったりです。とても楽しい作品になると思います。原作者、宮城綾子私はもうアイドルのファンを辞めてしまったんですが、執筆当時、同じアイドルを応援していた編集者と二人三脚で作った思い出深。この、婚外恋愛に似たものを、素晴らしい女優の皆様と、ウルトラかっこいい男子たちで実写化していただけるのは、陽光以外の何者でもありません。特に主演の栗山千明さん、配役を知らされた時は目を疑いました。ものすごく嬉しいけど、この役引き受けちゃっていいの。経歴に傷がつかない。で。でも脚本を読んでみたら頭の中で栗山さんの演じる桜井が即座に動き出し、あんなに美しい女優さんなのに存外に桜。そのもので、ああ、早く見たい、早く見たい、と配信を一番楽しみにしているのはおそらく原作者の私です。大笑いできて、バカバカしくて、切なくて、ちょっと泣ける。そんな、いろんな人にとってデトックスなドラマになりますように。C. Abex 通信放送。